メタイルルスは、新生代の新第三期から第四期にかけて生息していた、絶滅した猫科のケンシトラの属。ヨーロッパや、アジアやアフリカ大陸といった、世界各地に生息していた。全体的な体型は、原生のピューマに似るが、講子が長い点が特徴とされる。本属は1924年にオーズ・ダンスキーにより、正式に記載された。複数の種が記載されているが、 ミターリュールズマイナーはヨシに再分類された。化石は北アメリカ大陸、ユーラシア大陸、アフリカ大陸から産出している。産出総順は中心島から中部高浸島にあたる。その地質時代範囲と広い分布域のため、ホモサピエンスやアウストラロピテクスアファレンシスといった人類と遭遇していた可能性もある。メタイルルスの剣士は、 原征の運氷のものよりも長いが、スミロードによりも短く、またブレード状というよりも円錐状であった。メタイルルスの最も完全な標本は、ギリシャのエビア島北部から算出した、獅子、胸骨、椎骨からなる部分的な骨格である。長い後足の存在から、メタイルルスが高い跳躍力を有していたことを、示唆している。ありがとうございます。